はい、こちらお願いします。すいません、顔出してください。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらに名刺お願いします。お願いします。浜崎彩香 VS 朝倉環奈。この試合はライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチとして行います。スーパーアトム級、まあライジンにとっては女子の黄金の階級だと思ってます。まあ、世界一の女子スーパーアトム級の選手はライジンにいると胸を張ってそう言いたい。そんな試合をですね、この2人に展開してほしいと思います。日本の女子の格闘技界がこの先もっと大きくなるのか、こんなもんかってなるのかはこの2人の試合に、まあ、むちゃくちゃ背中に乗っけてますけど、まあ、でも本当にそうだと思うんですね。それぐらいとっても重たい試合になると思うし、浜崎っていうチャンピオンは本当に強いチャンピオンです。だから本当に環奈がどこまで浜崎にリベンジが果たせるのか、ある意味いろんな角度でみんな楽しんでもらえたらと思うし、まあみんなの期待を裏切らない試合になればいいなとそう思ってます。浜崎さん、年末美恵さんと試合してやっぱり強いなってすごい実感したんですけど、ここで、まあ、ビビっててもダメだし、やっぱり越していかなきゃいけない選手だとは思ってるので、しっかり準備して試合を挑みたいと思います。そうです、2年ちょっと前に対戦してから、まあ、正直あんまり変わってないかなっていう印象があるので、しっかりここは差を見せて勝ちたいと思います。